はい、それでは皆様からの質問を受けしたいと思います。質問を希望される方は挙手をお願いいたします。私が指名いたしますので、所属とお名前を明らかにされた上で質問をお願いいたします。それではまず幹事社の方から質問をお受けします。どうぞ。幹事社の西吉村です。本日、第3次安倍内閣が発足して、総理、先ほどおっしゃったように、防衛大臣を交代させて、中谷元防衛長官を充てるという人事を行われましたが、その他の閣僚は全員留任させました。この閣僚交代を最小限に絞った今回の人事の狙いについて、まず1点お聞かせください。それから今回の衆院選の勝利によって、長期政権への足場を固めたという見方もかなりありますが、こうした中で、総理が政治家としての歴史的使命と位置づけられている憲法改正について、今後、どう取り組まれるのでしょうか。特に2016年の参院選と同時に、国民投票を目指す動きもありますが、こうしたスケジュール感も含めて、どうお考えか、お聞かせください。まず、9月に内閣の改造を行ったばかりであり、まだ3ヶ月しか経っていないわけでありまして、ですから、そもそも3ヶ月ぐらいしか経っていないのに、全面的な改造という考え方自体が私は間違っているんだろうと、このように思います。3ヶ月しか経っていないわけでありますが、今のメンバー、臨時国会を共に乗り切ってまいりました。そうした経験を生かして、しっかりと、実行実現内閣として、来年の通常国会において、予算、そして法案の審議、成立に向けて、ともに努力をしていきたいし、それぞれの、役職において、しっかりと実績を残していただきたい、そう期待をしております。腰を据えて、内外の諸課題に、政策課題に全力で取り組んでいただきたいと思っています。そして憲法改正でありますが、憲法改正については、そもそも自由民主党の結党以来の大きな目標といってもいいと思います。自民党は結党した際、しっかりとした経済的な基盤を作って、国民生活を豊かにするということと同時に、憲法改正をしていく、これが2つの大きな目標であったわけであります。その意味においては、今回の公約においても、憲法改正に取り組んでいくことを明記しているところであります。私自身にとっては、幹事長の際に憲法改正草案を作っていく、その作業をスタートしました。そして、第1次安倍政権において、国民投票法を成立をさせ、第2次安倍政権がスタートし、改正しですね、投票の要件を18歳に引き下げました。いわば宿題であった投票の年齢について決定することができました。これから憲法改正、これは歴史的なチャレンジと言ってもいいと思います。しかし、それはそう簡単なことではありません。まず3分の2の多数を衆議院、参議院でそれぞれ構成していく必要があります。その努力を進めていくこと、同時にですね、大切なことは、発議された後、国民投票を行うわけであって、国民投票において、過半数の支持を得なければいけません。ここがまさに、正念場であり、これこそが、憲法改正の一番の大切な、ポイント、舞台と言ってもいいと思います。つまり、そこで国民的な支持を得なければいけません。どういう条文から国民投票を行うのかどうか、またその必要性等についてですね、国民的な理解をまずは深める努力をしていきたいと考えています。それじゃあ幹事社の方も一社伺います。はい、どうぞ。NHKの矢部です。安倍総理はこれまで地球一貫外交を展開し、会見でもこうした外交を進めることで、国益確保していく考えを示されましたけれども、今後の外交課題は山積していると思います。ある意味、来年は正念場とも言えると思うんですけれども、そこでお伺いいたします。先月、中国の習近平国家主席と首脳会談が実現しましたが、日本、中国、韓国の首脳会談の前提となる外相会談が、年内にまだ実現していません。今後、中国、韓国との関係改善、どのように取り組んでいくお考えでしょうか。そして、ウクライナ情勢を抱えるロシアについてですが、平和条約交渉をどのように進めていかれるお考えでしょうか。お願いいたします。中国の習近平主席とは、北京におけるAPECにおいて、日中首脳会談を行うことができました。その際、戦略的互恵関係の考えに立って、関係を改善していくことで一致いたしました。引き続き、戦略的互恵関係の考えのもとに、対極的な観点からさまざまなレベルで対話を積み重ね、両国の関係を発展させていきたいと、こう考えています。良好な日中関係は、両国の国益にとって間違いなくプラスであるという認識を一致させることができたのではないかと思うわけでありますし、両国がお互いに努力をして有効な関係を作っていくこと、これは国際社会が望んでいることでもあると思います。韓国のパク・クネ大統領ともですね、APEC の夕食会で率直にですね、さまざまな話題についてお話をいたしました。パク大統領からはその後、日中韓の外相会合を早期に開催し、首脳会合につなげていきたいとの考えが表明されたわけでありますが、日本としてもですね、私としても協力をしていきたいと、こう考えているところでございます。そして、隣国ゆえにさまざまな課題があるわけでありますが、課題があるからこそですね、首脳会談を行い、率直に胸襟を開いて、お互いに自分たちの考えを述べていくことが大切ではないのか、意見交換を行っていくことは極めて重要ではないかと。課題があるからこそ、問題があるからこそ、首脳会談を行うべきだ。問題があるから、課題があるから、首脳会談を行わないというのは逆であってですね、課題があるからこそ首脳会談を行っていくべきだ。日本は常に対話のドアはオープンにしています。ロシアのプーチン大統領とも北京 APEC の際に会談を行いました。明年の適切な時期にプーチン大統領の訪日を実現すべく、具体的な準備を開始することとなりました。プーチン大統領との個人的な信頼関係を基礎に、協力の幅を広げながら、国益にかなうよう、日朝関係を進めつつ、北方領土の問題の解決と平和条約締結に向けて、粘り強く交渉を続けていく考えであります。また、ウクライナ問題についても、平和的解決に向けて、ロシアが建設的な役割を果たしていくよう、働きかけを続けていく考えであります。そのためにも、対話はしっかりと継続していく必要があると考えています。はい、これから幹事社以外の皆様から質問をいただきます。再度申し上げます。挙手をしていただきまして、私、締めいたします。それじゃあ、山口さん。通信の山口と申しますので、よろしくお願いします。今後の政策課題についてお伺いしたいと思います。選挙では、県内再選を最優先とされ、また今回は防衛大臣に政策に接してらっしゃる水谷さんも起用されるなど、安全保障の取り組みでも対話が始まっていると思います。他には、憲法改正、教育問題、気象など、さまざまな課題があるのから、長期安定選挙となることを予想される今回の総理の力を得たいと思われる、以外の課題をお聞かせいただければと思います。例えば、戦後7トリリオンの支援もある、この数年間はやはり戦後レジームからの脱却というような取り組みを念頭に置かれているでしょうか。よろしくお願いします。私は経済最優先で取り組んでいく。選挙においてもこう申し上げてきました。そもそも政権を奪還し支え、強い経済を取り戻す、このようにお約束をしたわけであります。なぜ経済最優先か、それはまさに日本が15年以上にわたってデフレ経済のもとに低迷をしてきた。そしてその結果、国際社会においても日本の存在感は低下し、そして外交安全保障の分野においてもですね、日本の姿はだんだん希薄になってきたのは事実であります。経済最優先というのは、まずは国民の多くがこの経済の低迷から脱出をしてもらいたい、デフレから脱却をして強い経済を取り戻してもらいたい、そして、景気回復の実感を一日も早く全国津々浦々に届けてもらいたい、この国民の声に応えていくためであり、強い経済を手に入れなければ、社会保障においてしっかりとした財政基盤を作ることはできません。そして例えば教育においても財源が必要であります。その財源を手に入れるためには強い経済が必要です。そして強い経済があってこそ初めて強力な外交を展開することができます。外交と安全保障というのは表裏一体であります。だからこそ私はまず経済最優先でいくと、このようにお約束をしたところであります。もちろん経済以外にも今申し上げました、社会保障、教育、あるいはまた復興を進めていくためには強い経済を手に入れる必要がありますね。そうしたさまざまな課題に取り組んでいきたいと思います。もちろん最初に申し上げましたように、憲法の改正、これは21世紀にふさわしいどのような憲法を作っていくか、国民みんなで考えていくことこそですね、新しい日本を切り開いていくことにつながっていくと、こう信じるからでもあります。そうしたさまざまな課題に取り組んでいくことは当然でありますが、まずその基礎となる強い経済を我々は取り戻さなければならない。今はまだその道半ばであると思っています。それではもう一問だけ皆様からいただきます。それじゃ中山さん。日本経済新聞の中山と申します。アベノミクス、衆院選で掲げられたアベノミクスについて質問させていただきます。冒頭にも発言された規制改革ですけれども、労働や農業といった岩盤規制の見直しには党内や関係業界からも非常に反対が強いと思われます。総理としましては選挙の勝利を受けて、こうした反対派を抑え込んででも早期に実現するというおつもりなのか、今後のどのように取り組んでいくかという姿勢をお聞かせください。この選挙戦を通じて3本の矢の政策、アベノミクスを進めていくのか、後退させるのか、それを党選挙だと訴え続けてまいりました。今回の選挙の結果はまさにしっかりとこの政策を進め、景気の実感を全国隅々まで届けていかなければならないということではなかったかと思います。農業やエネルギー、雇用、医療といった分野で大胆な規制改革を断行していきます。改革が後退したり骨抜きになることは決してありません。年明けの通常国会に農業やエネルギー、医療、雇用といった分野、規制改革についてですね、関連法案を提出をしてまいります。残念ながら先の臨時国会で廃案となった国家戦略特区法の改正案も一層大胆なメニューを加え、次期、通常国会に提出をする考えであります。また日本の企業の競争力を高め、雇用を確保し、国民生活の向上につながっていくという観点から法人税をですね、成長志向型に変える改革も行っていきます。財源を確保した上で数年で実効税率を 20% 台に引き下げることを目指し、来年度から引き下げを開始いたします。この方針に沿って現在与党の税制調査会において議論が行われておりますが、年内に改正案を取りまとめるよう指示をしております。改革の初年度にふさわしい改正にしたいと思います。予定をしておりました時間を経過いたしましたので、以上をもちまして内閣総理大臣の記者会見を終了させていただきます。ご協力どうもありがとうございました。ありがとうございました。